あれです。今回ですけども、今回の動画は、18年の動画ですね。ちょっとね、皆さんと一緒に話したい内容がありまして、まあ、ちょっとね、僕が思ったことなんですけども、ちょっとね、それをね、話していきたいなって思うんでね、ぜひ最後のご視聴お願いします。はい、というね、まあ、その内容なんですけども、まあ、何だと思いますか？皆さん。はい。まあ、サムネタイトルにもね、まあ、あると思うんですけども、K のファッション部屋っていうね、まあ、その YouTube チャンネルをやってる人がね、いるんですよね。なんかここら辺まで映して、なんかファッションについて語ってるとか、いろんなブランドについて話してるみたいな。あとなんか、めちゃくちゃ前の動画では、視聴者のコーデ診断とか、まあ、これ着てる人はダサいみたいな、まあ、そういうね、動画を出してる人なんですけども、ちょっとあの人について僕ね、ちょっと思ったことがあって、話していきたいなと思うんで、まあ、ちょっとね、この動画では、ちょっとね、みんなにね、聞いてもらおうかなと思って撮ってるんですけども、はい、ちょっとね、思ったことがあるんですよ。皆さん、ちょっと聞いてくださいよ、マジですね。ほんまに聞いてくださいよ、ほんまに。はい、というね、じゃあちょっとね、まあ、その本編行く前に、まずね、いつも通りをさせてもらうんですけども、僕のチャンネルは1日2本投稿していまして、18時に1本目の動画、21時に2本目の動画で、僕のチャンネルはね、他の YouTuber とちょっと違くて、メインチャンネル、サブチャンネルって分けてるんじゃなくて、メインチャンネルに上がるような動画とサブチャンネルに上がるような動画を、この1本のチャンネルで両方上げていて、それが18時に上がる1本目の動画がサブチャンネルに上がるような動画、で、21時に上がる動画がこのチャンネルのメイン動画になってくるんで、でね、こういう風にね、僕は毎日2本投稿するんで、いろんな動画上げてるんでね、ぜひね、チャンネル登録とかしていただいて、これからもね、ぜひ見てほしいなって思います。お願いします。はい、というね、じゃあ早速、いつものね、言わさせてもらったし、じゃあ早速、僕がね、その K のファッション部屋っていうその YouTube チャンネルにね、思うことをちょっと話していこうかなって思うんで、ぜひね、最後まで聞いてくださいということで、じゃあちょっとね、話していきたいと思います。はい、というね、じゃあ早速話していこうかなと思うんですけども、まずさ、ちょっと言っていい？本当に単純に思うことがあって、まず言っていい？お前顔出ししろよ。お前顔出ししろよ。ちょっとこれだけ言わさせてもらいたかった、先に。一番最初に思ったことが、お前顔出ししろよ。で、これじゃあなんで思ったかっていうと、なんかブランドについてね、いろいろまあ言ってたり、まあね、そこまでね、僕もそんな知らないですよ。そんな動画見てないんで、てか、ぶっちゃけあんま、そんなめっちゃ見てるっていうわけではないんで、まあ、わかんないんですけども、でも、まあ、その視聴者のねコーデ診断してたり、この服を着てる人はダサいとか、こういうファッションしてる人はダサいとかっていう動画を上げてたりしてるんですよ。まあ、そのブランドについての解説とかもまあしてるんですけども、まあ、そのブランドの解説だけだったらまあいいよ、全然ね。でもなんかそのファッションしてる人はダサいとか、まあ、そういう動画をね、まあ、今上げてるかわかんないけど、前は上げてたんですね。でも前は上げてたっていうか、その前だからいいだろうとか、時効だからいいだろうとか、そういうのじゃなくて、まあ上げてるからには、お前顔出ししろよってね、ちょっと思ったっす、それは。それは思った、単純に、普通に。否定したり、批判したりするなら、お前顔出しして、自分の服も見せろよ、みたいな。服はね、まあなんか見せてんのかな、見せてないのかな、わかんないんですけど、まあ顔出しとりあえずしろよって思って、ちょっとそこだけ言いたかった。なんかここまでしか映してないでさ、それで話してるだけの動画なんだけど、最近はね。まあ前からずっとそうだと思うんだけどさ、お前顔出ししろよってちょっと思いましたね。もし顔出ししてるなら、すいません。僕の、検索不足でした。すいません。まあでも、多分してないと思うんですよ。僕もね、この動画撮る前に一応何個か見たんで、さすがにね、あの人も千何本動画上げてるんで、さすがに全部は見えきれないんで、ある程度その古い動画とか前の動画を見たんですけども、まあ、顔出しはしてなかったんで、で、プラスね、その顔出ししてないのはまあ別にいいんですけども、批判動画を出したりするんで、批判とかするならお前顔出ししてやれよと。そう思いますね、単純に。皆さんどう思いますか？ブランドの解説だけだったらね、全然いいんですよ。顔出しないでね、やってる人もいますから。でも批判とかすんなら顔出ししてほしいなって思いますね。僕もね、まあその視聴者のコーデ診断とか、まあいろんなそのウェアのアプリを使ってコーデ診断とか、まあその、なんていうの、結構トゲ発言してるじゃないですか。でもそれはさ、俺は顔出ししてるからさ、まあその批判がダメとか、そのまずそもそも他人を侮辱するとか、そういうなんかブランドを侮辱するとか、まあそういうね、それが悪い、いい、それはまあとりあえず置いといて、まあその発信する側として顔出しもしないで、そういうね、なんか批判したりするのは僕はあんまりいいことではないと思うんで、その例えばさ、悪口もさ、よく言うやん、悪口もさ、人前で、その人の前で悪口を言えないなら陰口を言うなみたいな、そういう話あるじゃないですか。もうそれと同じで、顔出ししないのであればお前は批判するなって思いましたね、とりあえず。
批判していいとか悪口言っていいやつはその人に直接言えるやつのみ、まあ、YouTube とかネットで言うのであれば顔出しできるやつのみ、それにつきます。ほんまにそれが思いましたマジで、まあ、最近の動画はね、最近の動画はねなんか批判したりしてるのかわかんないですけど、前の動画がねそういうのがあったんで、まあ、そのちょっと思ったっていう感じで、まあそうですね、まあそうやって思いますね。ケノファッションベアチャンネルね、まあ、結構前からそのやってる人らしいんですけども、まあそういう風に思ったんですけどね。まあ皆さんもね多分ね、ケノファッションベアの YouTube チャンネル見てる方も多分いるとは思うんですよ。まあわかんないですけど、まあ多少ないともいるとは思うんですけども、まあぜひね、このね、僕こういう動画を出してるっていうね、ことをもしね、ケノファッションチャンネル、見てる方がいましたら、その方に届けてもらってアンサー動画をね、ぜひ出してもらいたいなって思います。批判したりするならお前も顔出ししろと、顔出しする覚悟がないなら言うなと、悪口とかと同じです、はい、って単純に思いました。まあね、これをなんでじゃあ動画にしたからって、なんでねこれを動画にしたかっていうと、僕もそういう人だから。これどういう人、そういう人かっていうのはどういうことかっていうと、その顔出ししないとかそういうのじゃなくて、僕も結構そういうトゲ発言とか結構その本音で結構言うタイプだから、まあそれがね一番そのエンタメとして面白いなと思うし、まあその半分冗談とかで言ったりもするんですけども、まあその冗談でも冗談じゃなくてもそういう批判とかをするにあたって、まあその僕もそういうことを言っちゃうタイプなんで、本音で。だから、まあ、そういう同じような系統というかさ、同じようなことをしてる人がいたりもするんで、まあ、そういう人は顔出しをするべきなんじゃないかなっていうふうにちょっと思って、まあそうやって思ったんで、みんなはどう思いますか？顔出ししないでそうやって批判動画上げる人たちのこと、ちょっと筋通ってないなって思いますよね。全然かっこ悪いですよねそれはね、別にこれがその批判するのが悪いとかどうこうとかじゃなくて、そのそういう動画を上げるのは、批判する動画を上げるのは良くないとか、そういうまずそこの問題ではなくて、批判するならお前顔出すよっていうそこの問題ね、ここでお前批判するのは良くないっていうそこを突かれちゃうとちょっとまた話が違ってくるんで、はい、まあちょっとそうやって思っちゃいましたね僕は。はい、まあちょっと皆さんのね意見も聞かせてくださいよ。まあそんな感じでちょっとねこれは動画にしたいなと思ったんで、まあ別の動画でねちょっとこの話題を出すっていうのもまあ別にいいんだけど、まあ一個の話題としてこうやってちゃんと話したいなと思って、まあちょっとこの動画もね結構みんなね気になるだろうなと思って、まあそういうことも含めながらこうやってね一本動画にしたんだけど、はい、まあ僕はねそうやって思っちゃいましたということで、もしね K のファッションベアチャンネルね、もしこの動画 見ましたら、ぜひ、僕のコメント欄にねアンサー、コメントお待ちしておりますよということで、ぜひお願いします。はい、というね、まあじゃあ、はい、というね、こんな感じで、今日のね、ジャッジの動画は、ちょっとね、僕が気になった、ある YouTuber のその、ケノファッションベアチャンネルに、の動画を見て、ちょっと気になった、ことを話させてもらいましたということで、じゃあちょっとね、この動画はね、こんな感じで終わるかなと思うんで、21の動画もね、今日上がるんで、そちらもぜひご視聴お願いします。はい、というね、じゃあ、この動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。